おい、そんなとこで何やってんだ。何なんだあの女、どうして木の上なんかにいるんだ。ふん、あんなところまで登るとはなかなか根性のあるやつだ。おい、どうした。ボケーっとしてるけど、俺らの顔になんかついてるか。信玄様、もうそろそろ奴らが来るみたいです。おっと、ゆっくりしすぎたか。見つけたぞ、武田信玄。この上杉寮から生きて帰れると思うなよ。でやっ、させるかよ。おい、そこのお嬢ちゃん。さこい、俺が絶対に受け止めてやるから。いいや、本気だ。こんな危ない場所に女を一人残していくわけにはいかないだろう。はあ。おい女、早くしろ。グズグズしてると敵の増援が来ちまうだろうが。どうだろう、もう手遅れかもね。覚悟しろ武田軍。ははははは、増援が来てしまったか。これでさらに面白くなるな。ほらどうした、思い切って飛び込んでこい。怪我してないか。思い切って飛び込んでこいとは言ったものの、まさか本当にやるとはな。お前、勇気があるな。ちなみに名前は？俺は武田信玄だ。そうか、いい名前だな。よし、じゃあとりあえず一緒に俺の家に逃げるか。そこなら間違いなく安全だからな。じゃあお前ら、ここは一時撤退だ。ではしんがりは俺が、皆が逃げるための時間は稼いでみせよ。だったら俺も残ります。信春さんが残るなら一緒に戦います。そんで信玄様には誰一人近づけさせません。たく、二人とも戦いとなると元気だな。でもまあ、ここは信春さんと正影に任せるか。じゃあしんがりは二人に任せるとして、念のためここは二手に分かれた方がいいかもしれませんね。もしかしたら敵の別動隊が潜んでいる可能性もありますし。あれ、どうかしました。いや、悪い、マサトヨいたんだなと。影が薄いのはいつものことなんで気にしてませんよ。まあそれは置いといて、ここは信玄様とその子、僕と正信、二手に分かれ敵の注意を引きつけつつ逃げましょう。確かに大人数での移動は目立つし、分かれて行動した方が確実かもしれないね。分かった、二人とも絶対に帰ってこいよ。はい、必ず。ドラマ？撮影？なんだそれ。おい、どうした？何考え込んでるんだ？ん？
何見てんだ？そんなに耳が気になるか？あ、まさか人狼を見るの初めてか？珍しいな。ほら、耳触ってみるか？くすぐってえな。どうした？何か混乱してるみたいだな。困っていることがあるなら言ってみろ。なるほど、目が覚めたら森にいたか。そりゃ驚くし戸惑いもするよな。ああ、俺は人を見る目だけは自信があるんだ。そのおかげでいい家臣に恵まれてるしな。まあ今日はとにかく疲れただろう。それじゃあ今夜はここに泊まっていけ。ああ、客間が空いてるからゆっくりしてくれ。そんでその疲れた頭をちょっと休ませてやれ。どうした？早く行こうぜ。何もないとこだけどよ、今日のところはゆっくりしてくれ。じゃ、あとは好きにしてくれ。俺はちょっと政務とかが残ってるからそれを終わらせてくれ。どこだろう。確かこの部屋に入っていたはずなんだけど。あ、やっと見つけた。よかった、やっと巡り会えましたね。僕、イマリって言います。ずっとあなたのことを探していたんです。会えなかったらどうしようかって。少しだけでも話を聞いてもらえませんか？いなくなる前に僕は姫巫女様から異世界から来た娘を探せと言われまして、だからあなたのことをずっと探していました。先にあの武将が声をかけたので出て行けず、あなたが一人になるのをじっと待っていたんです。お願いです、どうか一緒に姫巫女様を探してください。ごめんなさい、それは僕にも分かりません。ですが姫巫女様は何年も前からあなたのことを予言していました。ありがとうございます。では早速僕は姫巫女様につながる情報を集めてきます。情報を持って帰ってくるまで待っててくださいね。